ですね、自分では実感なかったんですけど、あのビフォーアフター見たらやっぱ薄くなってましたね。お笑いコンビドドン安田義孝35歳。はい、正直綺麗になってるなと思いました。自身の熊に悩む彼がたどり着いた場所はここ、男性専用の総合美容クリニック、ゴリラクリニック。これは美に悩む男たちを追った記録映像である。目の周りのなんかくすみというか、そこら辺も薄くなって、クマだけじゃなくそこら辺も改善されてるんだっていうちょっと驚きもありましたけど、そうですね、あのビフォーアフター見た時はちょっとテンション上がりましたね。なんか親戚の子供が急に身長伸びてたみたいな、そういうことですもんね。見ない間にってことですね。僕毎日見てるんで変わってないイメージがあったんですけど、もうすっかり綺麗になっててびっくりしました。そうですね、ちょっと上がってます。本当の口角上がってますもんね、やっぱね。施術を終え、現在の心境を伺うことに。はい、すっきりし、いや、すっきりは分からないですけども。まあまあ、ずっと目隠ししてるんで、今ぼーっとしてる感じですね。あ、痛みは今日一番ありましたけど。まあでも、まあ良くなるんだったらと、ちょっと歯を食いしばって頑張りましたけど。一応化粧水と乳液とかはやってるんですけど、まあそれぐらいですね、本当に。ああ、いただいたクリームを塗って寝る前にはやっています。はい。